山本俊樹は、日本の重量上げ選手。オルソークウェイトリフティング部所属。兵庫県三木市出身。三木市立緑ヶ丘中学校時代は、陸上部で長距離選手。兵庫県立三木東高等学校入学時は、柔道部に入部するが、ロサンゼルスオリンピック重量上げ男子 56kg 級、銅メダリストの小高正宏に勧誘されて、ウェイトリフティング部で競技を始める。 7 7ラム級、スナッチ1 3 2ラムで、高校新記録保持者。日本体育大学体育学部体育学科スポーツ、教育専攻に進学。大学では7 7ラム級ジュニア、日本新記録を受立。2012年、全日本選手権大会優勝。2013年、世界選手権大会出場。2019年9月23日。 タイのパタヤで行われた世界選手権大会で男子89キロ級でスナッチ160キログラム、ジャーク208キログラムのトータル368キログラムで5位となった。五輪実施階級ではないがジャークは1位の高成績だった。ジャークとトータルで自身の持つ日本記録を更新した。2020年東京オリンピックの ウェイトリフティング競技96キロ級では、スナッチ168キロを上げたが、ジャーグは3回失敗して、記録なしとなった。ありがとうございます。